ネル始まるよ。今日は毎度おなじみのポミエさんと宗像さん、そしてポミエさんと同様にワッチザキッチンの第4月曜日を担当している八甲田ホテルの料理人木村圭二郎さんがご一緒することになりました。乾杯。いよいよ桜マスのポイントに向かうとのことで、朝からもうワクワクしています。出船して間もなくは西風が強く波しぶきが押し寄せ、現場での揺れはどんなものかと少し心配になりましたが、徐々に収まりひとまず安心しました。走っている間に空はみるみるうちに明るくなっていきます。約2時間の長い移動の後、ようやくポイントに到着です。はじめ。お騒がせしました。あれ半分ずつだ。なんだよ、俺一匹じゃねえのかい。
またですか？どういうこと？マジでいいな。パラがね。パラね。昨日ちょっとパラだらけだった。おお。パラ。ああ、スマスでやってくれ。スマスだといいな。やった！
でした。皆さん楽しい釣りができたみたいね。そうだね。ただ宗像プロが絶不調でアクシデントもあって釣果を出せなかったのは残念だったよ。あら、そうだったの。船中ではいくら釣れたの？70本ほど出たよ。ポミエプロすごかったわね。笑いが止まらないって感じ。そうなんだよ。たった今釣ったと思ってたらまた竿が曲がってるし参ったよ。しまいには腕や背中が痛いと言いながらもやめなかった。次の日大変だったんじゃないの？僕もそうなんだけど、あちこち筋肉痛になったってさ。今からそんなことで大丈夫なの？
始まったばかりの頃はそんなもんだよ。これからどんどん鍛えていくつもり。ってことはたくさん釣るってことね。ああ、そっか、たくさん釣らなきゃダメだったね。ポミエプロ、テレビで50本宣言したけど、情報修正した方がいいんじゃないの？そうそう、70でもいけそうじゃないって言ったんだけど、50のままでいくってさ。遠慮はポミエさんらしくないわね。今後サクラマスはどんどん活性が上がってくるから、これからが楽しみだよ。サイズもかなり良いのが上がってるそうね。そう、3キロオーバーがあちこちの SNS で紹介されてるよ。3月いっぱいは下北に通うよ。期待してるわよ。頑張ってね。任せといて。チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。次はいつ釣りに行こうかな。